石田三成。石田三成は安土桃山時代に活躍した武将であり、大名の一人。豊臣家に仕え、豊臣政権では五奉行の一人として重要な役割を果たした。豊臣秀吉の死後、徳川家康に対抗するために毛利輝元などの大名と共に西軍を結成。しかし関ヶ原の戦いで敗北し、最終的に京都六条河原で処刑された。生涯石田三成は相模の国石田郷の出身で、石田為久の末裔とされる。父正次や兄正純と共に豊臣秀吉に仕え、三成は小姓として秀吉に仕官。天正10年1582年の本能寺の変後、秀吉が台頭すると三成も側近として活躍。賤ヶ岳の戦いでは偵察や先陣として功績を挙げ、小牧長久手の戦いにも従軍し、近江の国蒲生郡の検地奉行を務めた。豊臣政権下、天正13年1585年7月11日、石田三成は秀吉の関白就任に伴い、従五位下、次部の将に叙任される。同年末、一般的には秀吉から近江の国水口4万石の城主に封じられたとされるが、実際には水口にはすでに中村一氏が入っていた。天正14年1586年1月、三成は名将島木王騎を召し抱え、秀吉から賞賛を受けた。同年、上杉景勝が秀吉に臣従する際の斡旋を行い、堺奉行にも任じられて堺を従属させた。九州平定においても後方支援を行い、博多奉行として町割りと復興に従事した。天正17年1589年には美濃の国を検知し、天正18年1590年の小田原征伐に参陣。忍城攻めでは水攻めを実施し、その際の遺構が石田堤として現存している。三成は多くの取り次ぎや検地奉行を務め、吏領としての実績を重ねた。天正19年1591年4月、大三沢山に入城し、暗い理地の代官としての役割を果たした。彼の所領は美濃国内安八郡郷土周辺にあったとされる。文禄元年1592年からの文禄の役では、石田三成は渡海し、増田長盛や大谷義継と共に勘定に駐留し、総奉行を務めた。文禄2年1593年には碧堤間の戦いや甲州三条の戦いに参加し、明との講和交渉にも関与したが、秀吉と現地の連絡役としての行動は豊臣家中の武断派の反発を招いた。文禄3年1594年には母が死去し、三成はずいが久慈を建立。また島津氏や佐竹氏の領国を検知した。文禄4年1595年には豊臣秀次を謀反の嫌疑で糾問し、その後近江7万石を大官地として与えられた。同年、滋賀県沢山に19万4000石の所領を得て、正式に沢山城主となった。慶長元年1596年、三成は沢山領内に掟書きを出し、京都奉行に任じられた際、キリシタン弾圧を命じられるも、捕らえる数を減らす努力をした。慶長2年1597年には慶長の役で後方支援を行い、ウルサン城の戦いでの戦線縮小提案に秀吉が激怒し、これが三成と武断派の対立のきっかけとなった。慶長3年1598年には筑後の国筑前の国に違法される提案を辞退するが、代官に任命され名島城を与えられた。慶長4年1599年には朝鮮での大規模攻勢に参加する予定だったが、秀吉の死去によりその計画は実現せず、戦争の終結に尽力した。秀吉の死後、豊臣家の家督は嫡男の豊臣秀頼が継いだが、政権内部では三成らの文治派と加藤清正、福島正則らの武断派との対立が深まっていた。慶長3年1598年8月、毛利輝元と三成らは五大老の意見が異なる場合に、秀頼のために協力することを誓う起請文を作成した。一方、徳川家康は同年10月から12月にかけて
武断派と婚姻関係を結ぼうとした。慶長4年1599年初頭、家康の縁組計画が発覚し、大名間の私的婚姻禁止条項に違反しているとして、前田利家を中心とする大名から家康弾劾の動きが起きた。四大老五奉行による問責使が家康に送られるが、家康も兵を呼び寄せ、対立は激化。最終的に家康が起請文を提出し、一時的に解決した。同年うる3月3日、前田利家が死去すると、加藤清正ら七将が三成の大阪屋敷を襲撃する事件が発生。三成はこの事件の中心人物として細川忠興の名を挙げた。その後、七将と三成は睨み合うが、家康の仲裁により和談が成立。三成は五奉行の座を退き、沢山城に帰城した。慶長4年1599年11月には前田利長が家康暗殺計画への関与を疑われ、大老の地位を失った。これにより、五大老五奉行は四大老三奉行となり、豊臣政権内部の主導権は家康が握ることとなった。関ヶ原の戦い、慶長5年1600年6月16日、家康は上杉景勝を討つため大阪を立ち、会津征伐、その後、毛利輝元が三奉行と共に大阪に到着した。西軍の結成に際し、三成の役割については意見が分かれる。伝統的な説では、三成が単独で決起し、他の大名を引き込んだとされるが、一次資料では詳細が不明で、江戸時代の二次資料に基づいている。三成は大谷義継を引き入れるために沢山に招いたとの逸話もあるが、これも確証はない。上杉家の家老、直江兼続との連携についても、一次資料がないため不明である。7月晦日には真田昌幸に宛てた書状で三成が上杉家との連絡を求めていたが、実際には具体的な防御はなかったと考えられている。西軍は7月18日に伏見城を包囲し、8月1日に陥落。続いて伊勢の国に侵攻し、いくつかの城を落とすが、東軍の動きを察知して美濃方面に転進する。関ヶ原での戦いでは西軍が優勢とされるが、黒田長政らによる裏切りがあり、西軍は崩壊する。小早川秀秋の裏切りについても江戸時代の二次資料に記載されている。戦いに敗れた三成は逃走し、最終的に9月21日に田中義政の追部隊に捕まった。9月18日、東軍の攻撃により石田三成の居城、沢山城が落城し、三成の父や兄を含む一族は自刃した。9月22日に三成は大津城で生きさらしにされ、家康と会見後、大阪や堺で罪人として引き回された。9月29日、京都に護送され、10月1日に六条河原で斬首され、享年41、時世の句は筑前や足間に乏すかがり火とともに消えゆく我が身なりけり。首は三条河原にさらされた後、友人に引き取られ、大徳寺三元院に葬られた。豊臣奉行としての三成、石田三成は、豊臣秀吉の直下の奉行として県知や大名との交渉、国内統一戦などで政治的影響力を高めた。毛利輝元や島津義弘も彼の影響力を高く評価しているが、政策の基本は秀吉の意思に基づき、三成は他の奉行と分担しながら業務を進めた。また、五奉行内での序列は3番手か4番手であり、秀吉の晩年には五大老との対立が深まり、家康との政治抗争を引き起こす要因となった。逸話と人物像。石田三成は数多くの逸話を持つ武将ですが、その多くは彼の死後に書かれた江戸時代の二次資料に基づいており、歴史的事実とは断定できません。特に三成を野心家として書く逸話は江戸幕府の視点で書かれており、彼が徳川家康と敵対したために否定的に書かれた可能性があります。三杯の茶の逸話は有名ですが、江戸時代に書かれたものであり、後世の創作とされています。また大谷義継との友情を書いた海の茶碗の話も資料的な裏付けが不十分であり、後に創作された可能性が高いです。
三成が小西行長や真田信幸らと親しかったことは文書で確認されていますが、彼にまつわる多くの逸話は江戸時代の記述に基づいており、その信頼性は慎重に扱う必要があります。加藤清正が慶長伏見地震の際、いち早く秀吉のもとに駆けつけ処罰を解かれたとされる地震加藤の逸話は江戸時代の文献が出典であり、一次資料には裏付けがない。地震発生時に清正が京や伏見にいなかったことが書状から推測される。また小早川秀秋がウルサン城の戦いで三成の残言により越前の国への鉄砲を命じられたとの説も、実際には秀秋ではなく家臣の山口宗長が出陣しており、出典は後世のもので信憑性が薄い。関ヶ原の戦いで三成が東軍諸大名の妻子を人質に取ろうとしたが、細川忠興の妻の自害や他の大名の妻子の逃亡により策は不完全だった。この人質策は三成個人の発案ではなく、秀吉政権からの政策だった。三成は敗走後、古橋村に隠れたが、村人の協力で徳川軍に自首。村人が彼を助けた背景には、過去に三成が村を救った恩があったとされる。石田三成の家臣、島左近は豊臣家のために早急な決断をすべきだと進言したが、三成は一時の成功よりも平穏を重視し、その提案を受け入れなかった。左近の考えを支持した片木原彦右衛門は、松永久秀や明智光秀の決断力を評価し、左近の意見に賛同した。後に家康は柳生宗則を左近のもとに送り、左近は松永や明智のような決断力を持つ者がいないと語った。また三成は大谷義継を招き、上杉景勝との挙兵計画を語った。義継は三成に忠誠を誓うが、三成の無礼さや勇気不足、毛利や宇喜多の不安定さを指摘し、家康を討つ機会を逃したことを悔やんだ。最終的に義継は秀頼のために戦うと決意した。関ヶ原の戦いで敗れた三成に家康は面会し、敗北は恥ではないと慰めたが、三成は天運を理由に早々の処刑を望んだ。家康は三成らに小袖を送ったが、三成は家康を嘲笑し感謝しなかった。小早川秀秋は安土桃山時代の武将であり大名でもありました。彼は丹波の国の亀山城や筑前の国の名島城を経て、最終的には備前の国の岡山城の城主となりました。彼は豊臣秀吉の正室である高大院の甥であり、小早川隆景の養子として育ちました。そして関ヶ原の戦いにおいて東軍に寝返り、その行動が東軍の勝利につながる契機となりました。その後彼は秀明と名乗るようになりました。生涯豊臣家の金立ち。1582年に木下家定の五男として生まれた秀利は、叔父である羽柴秀吉の有志となり、後に秀吉の養子となりました。彼は高大院に育てられ、豊臣秀利と名乗りました。1588年には御用税天皇の行幸において秀利として起請文の宛てところが指定され、天皇の誓いを受け取る役割も果たしました。そして7歳で元服し、秀吉の後継者候補として丹波の国亀山城を与えられました。豊臣姓を名乗り、文禄元年には権中納言金左衛門の神に叙任され、丹波中納言として知られました。丹波橋場領の改易、筑前小早川家の養子相続。文禄2年に豊臣秀頼が生まれ、秀吉の家督を継ぐことになり、黒田義隆から小早川隆景に秀利を毛利輝元の養子として迎える提案がありました。隆景は秀元を毛利家の跡継ぎとして紹介し、代わりに秀利を自身の養子として受け入れることを申し出、秀吉に認められました。文禄3年には秀利は隆景との養子縁組が行われ、隆景の官位も中納言に昇進しました。これにより小早川家の家格も上がりました。文禄4年には秀利は秀次事件に連座して丹波亀山領10万石を失いました。文禄4年の終わりには隆景が主な家臣を連れて備後の国の三原へ隠居しました。この際秀利は小早川領30万7000石を相続し、九州に下って筑前の国の国主となりました名島城。
小早川家の家督相続に際して、助家老の山口宗長が高景の直親である鵜飼元時らから引き継ぎを受け、領地の検地が行われました。筑前東部の5万石は高景の隠居領であり、高景の家臣が残っていましたが、高景の死後の慶長2年には小早川家にも外様衆の村上氏、日野氏、草刈氏、清水氏が秀俊に仕えるようになりました。慶長の役、慶長2年2月21日、秀俊は秀吉からの軍令により朝鮮半島への渡海が決定し、釜山保で前線からの中心を担当する任務を与えられました。同年6月12日、小早川高景が亡くなりました。この日以降、朝鮮での活動中に秀俊は秀明と名乗るようになりました。また同年12月23日から翌慶長3年1月4日にかけて行われた蔚山城の戦いに参加したとする資料がありますが、一次資料にはその参加を裏付ける記録が見当たりません。慶長2年12月以前から秀明は秀吉からの帰国要請を受けていましたが、慶長3年1月29日にようやく帰国の途につきました。帰国後も小早川勢の約500人の残留部隊が寺沢広隆の指揮下で釜山の守備についていましたが、広隆らもごつき中には帰国しています。4月20日には山口宗長が約700人の4部隊を指揮して正々歩に駐屯させ、指示に従わない者がいれば毛利義成と協議の上で処分するように命令しています。越前天保と筑前復帰、秀明が帰国した後、秀吉から越前の国への原保天保命令が下りました。この結果、筑前の国の旧小早川領は太閤位理地となり、最初は石田三成が単独で、後に浅野長政も代官となりました。一般的にはこの国内召喚と天保は鵜山城の戦いでの秀明の行動が原因とされますが、実際には秀明の帰国日程は鵜山城の戦い以前に決まっており、かつ鵜山城の戦いに参加したという記録がないため、これらの出来事は無関係であると考えられます。天保による大幅な減俸により秀明家中は多くの家臣を解雇し、助家老の宗長も加賀大正寺城主として秀明の元を離れました。高景以来の旧小早川家家臣は三成の家臣として吸収されました。秀明からの筑前没収は朝鮮出兵の兵站補給拠点である博多を含めた筑前の直轄支配の一環とも考えられます。慶長3年8月18日に秀吉が亡くなり、その遺言に基づいて慶長4年2月5日に徳川家康ら五大老連署の知行当外状が発行され、秀明は筑前、筑後に復領し、所領高も59万石に大幅に増加しました。この時、博多の町衆の要望を受けて、秀明は守護不入の復活を約束しました。関ヶ原の戦い、秀明は最初、慶長5年7月18日から8月1日の伏見城の戦いに西軍として参戦しました。その後、大宮伊勢で鷹狩りなどをしていましたが、突然、決戦の前日である9月14日に1万5000の軍勢を率いて松尾山城に入城し、伊藤盛政を追い出しました。関ヶ原の本戦が始まった午前8時ごろ、秀明は傍観していました。家康は秀明の傍観に苛立ち、鉄砲を打ちかけたとも言われていますが、信頼性の高い資料には裏付けがなく、騒音のために銃声が聞こえなかった可能性もあります。一部の見解では、実際の戦闘が午前10時ごろに始まり、秀明の離反も戦闘開始直後であり、家康からの催促も確認されていないとしています。秀明は松尾山を下り、西軍の大谷義継の陣へ攻めかかりました。松野重元は主君の離反に納得できず、無断で撤退しました。大谷勢は寡兵ながらも、平塚為広や戸田勝成と共に奮戦し、小早川勢を食い止めました。しかし、秀明の離反によって連鎖的に脇坂安春や朽木元綱、小川祐忠、赤真を安らが離反し、義継や為広、勝成らの諸将は討ち死にしました。これにより西軍は壊滅し、三成は大阪城を目指して伊吹山中へ逃亡しました。関ヶ原本戦の翌日以降も、秀明は三成の居城である沢山城攻めなどに出陣しました。
秀明の離反は家老の稲葉正成と平岡頼勝、そして頼勝の親戚である東軍の黒田長政が中心となって調略が行われた結果でした。長政と浅野行長の連名による連署状が残されており、我々は北政所高田院様のために動いていると述べられています。ただしこの書状の内容については議論が続いており、異なる説や謀称も存在します。さらに離反の意向は本戦の開始前から長政を通じて家康に伝えられ、家康は大久保之助を、長政は奥平貞治を目付として派遣していました。一方で三成や義経ら西軍の首脳も秀明の行動に不信を感じていました。豊臣秀頼が成人するまでの間の関白職と上方2カ国の加増を約束して秀明を慰留したとする資料も存在しますが、この資料は義文書の可能性があるとされています。また関ヶ原決戦が突発的なものであったとする説では、三成は秀明が松尾山城に陣取ったことで大谷勢の陣が脅かされ、急遽大垣城を出ざるを得なかったと考えられています。これにより秀明は裏切り者として世間から嘲笑され、芳しい評価は受けなかったとされています。岡山藩主、戦後の論功交渉において秀明は岡山55万石に加増、違法されました。この際に秀明から秀明へと改名しました。岡山城に入城した秀明は、家臣の知行割当や寺社寄進料の安堵などの施策を行いながら側近勢力の拡充を図りました。慶長6年1601年、長年家老を務めてきた稲葉正成が小早川家を出奔しました。この出奔の背景には、旧来の家臣団層と新たに台頭してきた側近層との対立があったと考えられています。創生と死後、慶長7年1602年10月18日、秀明は22歳で亡くなりました。上方から帰国途中の鷹狩り中に体調を崩し、その3日後に亡くなったとされています。彼の創生には、秀明の裏切りによって討ち死にした大谷義継の祟りが関連付けられる逸話もありますが、実際には主食による内臓疾患が最有力の死因と考えられています。彼の病歴には、慶長6年1601年に手段による黄疸の症状が激しくなり、治療を受けたことが記されています。秀明の死後、小早川家は無子断絶によって改易されました。これは徳川政権初の無子改易であり、彼の旧臣たちは関ヶ原での裏切りを責められたため仕官先がなかったとされますが、実際には一部の者が幕府に召し出され立藩して大名となったり、他の大名家に仕えたりしたとされています。人物、秀明の死後、近衛信忠による追悼文によれば、若い頃は芸術や施しをするなど貧困法制でしたが、酒を覚えると友人との飲み会が増え、彼の後見人である高大院を悩ませるようになりました。肝硬変を患っていた可能性も指摘されています。また秀明は高大院から多額の借金をしており、他にもマロードへの借金をしていたことが報告され、生活が奢侈なものであったことが示唆されています。秀明の正室である長寿院は毛利輝元の養女であり、結婚は毛利家にとって苦労の多いものでした。秀吉の死後、慶長4年1598年に秀明と別の女性との間に子供が生まれ、家康の介入により離縁が決まり、長寿院は実家に戻りました。その後、秀明の死後の慶長7年1602年に再化しています。小早川家は1879年明治12年に再興され、毛利宗家の公爵毛利元就の三男が当主となりました。この家は後に男爵の爵位を授けられ、元松田社モータースポーツ部門技術者の小早川隆治もその家系の一員です。東京国立博物館には秀明が所要とされる正常平社父がい鎌模様陣羽織が収蔵されています。この陣羽織は鮮やかな正常七の羅社で、背中には違い鎌文様が大胆に施されています。敵をなぎ倒す勝負的な意味合いや諏訪明神の身体を表す置符刺繍も見られます。関ヶ原後、三成が晒されている際に秀明が現れると、彼は亡き太閤を裏切って恥ずかしくないのかと罵られ、赤面して去ったと伝えられています。
島津義弘の生涯。島津義弘は戦国時代から安土桃山時代にかけて薩摩の国の武将及び大名でした。彼は戦国大名である島津義久の弟であり、島津氏の第17代当主でした。また後に剃髪して維新祭と号し、維新公と継承されました。彼は島津氏18代当主である島津忠常、五の家久の父でもありました。生涯黎明期、島津義弘は天文4年7月23日、1535年8月21日に薩摩の伊作城現在の日置市で生まれました。彼は島津隆久の次男で、初めは忠平と名乗りましたが、後に足利義昭から偏気を受けて義隆、そして義弘と名を変えました。1554年天文23年、父と共に大隅の国西部での戦いに参加し、初陣を飾りました。1557年弘治3年には大隅の国の蒲生氏を攻め、敵の首級を初めて挙げましたが、その際に5本の矢を受けて重傷を負いました。1560年永禄3年3月19日、日向の国の伊藤義助の攻撃に苦しむ帯の島津忠親を助けるため帯城に入ることとなりました。しかし1562年永禄5年に薩摩の国の本家が肝付氏の攻撃を受けると、義弘は帰還し、帯城は陥落し、養子縁組も解消されました。北原氏の領地が伊藤義助に奪われた後、島津氏はそれを取り戻すために助力しましたが、北原氏内部の離反者が続出したため、義弘は正木院を任され、飯野城を居城としました。1566年永禄9年、伊藤義助が飯野城を攻略するために三津山城を建設しているとの情報を得た義弘は、兄の義久、弟の利久と共に攻め入りましたが、城を落とすことはできず、伊藤の援軍による挟み撃ちに遭い、再び重傷を負って撤退しました。勢力拡大、島津義久が家督を継いだ際、義弘は兄を支え、元亀3年1572年の木崎原の戦いでは、伊藤義助が率いる3000の軍勢に対してわずか300の兵で奇襲をかけ、見事に打ち破りました。この勇敢な行動は島津氏の勢力を拡大するのに大きく貢献しました。天正5年1577年、義弘は伊藤義助を日向から追放し、翌年の耳川の戦いでは豊後の国から来た大友氏を撃退しました。天正9年1581年、相良氏に代わり、天正13年1585年には肥後の国の守護代として社に入り、阿蘇氏を攻めて降伏させました。天正14年1586年、豊後の大友領への侵攻は大友方の城主たちの抵抗により難航しました。天正15年1587年、根城坂の戦いで豊臣秀吉の九州平定軍と対峙しました。義弘は自ら剣を振るって敵に立ち向かいましたが、島津軍は数で劣り、最終的に敗北しました。義久が5月8日6月13日に降伏した後も、義弘は抵抗を続けましたが、5月22日6月27日に兄の説得を受け入れ、息子の久康を人質として提供し、高野山の木敷王母の仲介で降伏しました。この時秀吉から大隅国の所領を安堵されました。義久から島津氏の家督を受け継いだとされる義弘は第17代当主となったと言われていますが、正式な家督相続の証拠は見つかっていません。義久は引き続き島津氏の政治と軍事を支配していたため、家督の譲渡は名目上のものだったと考えられています。さらに秀吉とその側近が島津氏の力を弱めるために、義久ではなく義弘を当主として扱った可能性が指摘されています。天正16年1588年に義弘が上洛した際、羽柴姓と豊臣の本姓を授かり、従五位下侍従に任じられました。その後義弘は出家し、羽柴兵庫入道と名乗りました。一方で義久には羽柴姓のみが授けられました。豊臣政権下、義弘は豊臣政権に協力し、文禄の役1592年と慶長の役1597年の両方で朝鮮に渡り、戦いに参加しました。
文禄の役では1万人の軍勢を率いる4番隊に属しましたが、国内の不安定さや梅北一揆の影響で軍勢の動員が遅れました。義弘は23騎で大隅の国栗野から出発し、肥前の国名古屋に期日通り到着しましたが、後続の軍勢や軍船が遅れたため、彼は龍白様のためお家のために命を捨てて名古屋に来たのに船の遅れで大知人となり面目を失ったと書き記しました。その後島津軍は毛利義成率いる4番隊の後を追い関温度に展開しました。文禄2年1593年9月には朝鮮での対陣中に嫡男久康を病気で亡くしました。慶長の役では慶長2年1597年7月に藤堂高虎率いる水軍と協力し朝鮮水軍を攻撃して敵将元金を討ち取りました。失戦了解戦。8月には名門城の戦いに参加し、その後中正道の付与まで北上し、チョンウプを経由して全羅道の関南まで南下しました。10月末には四川の守備につきました。慶長3年1598年9月の四川の戦いでは、義弘は7000人の兵で統一元が率いる明朝鮮連合軍を打ち破りました。島津家の記録生還録によると、敵兵3万8717人を打ち取ったとされています。この数字は朝鮮側の記録と比較すると誇張されている可能性がありますが、徳川家康はこの勝利を前代未聞と称賛しました。この勝利は義弘や島津家の軍事的伝説を形成し、後の関ヶ原の戦いや幕末に至るまで心理的な影響を与えました。11月の露領海戦では、義弘は立花宗茂らと共に孤立した小西行長軍を救出するために出撃しましたが、明朝鮮水軍の待ち伏せに遭い、交代を余儀なくされました。それでも、明の副将、董子龍や朝鮮の首相、李俊臣を討ち取るなどの戦果を挙げました。この海戦によって海上封鎖が解け、小西軍は退却に成功しました。これにより日本側の作戦目的は達成され、島津家は功績により領地を加増されました。朝鮮の役では義弘はグイシーマンズとして朝鮮民軍に恐れられていたと日本側の記録にはあります。この名は義弘の勇猛さと戦闘能力を示すものとして記憶されています。関ヶ原の戦い、慶長3年1598年に秀吉が亡くなった後、翌慶長4年1599年には義弘の息子である忠常によって家老伊集院忠宗が殺され、忠宗の息子である伊集院忠真が反乱を起こす庄内の乱など島津家内での騒動が発生しました。この時期、島津市内部では薩摩本国で反豊臣派の兄、義久と新豊臣派または中立を保つ義弘との間で家臣団が分裂する動きが見られました。義弘は本国の島津軍を動かす権限がなく、関ヶ原の戦いの前後に率いたのは大阪にいた少数の兵だけでした。そのため義弘は上京中の甥島津豊久と合流し、豊久が国元から要請した軍勢を指揮しました。慶長5年1600年、徳川家康が上杉景勝を討つために軍を起こした際、会津征伐、義弘は家康からの援軍要請を受け、千の軍勢を率いて籠城中の伏見城へ援軍に向かいました。しかし、城主の鳥居元忠が家康からの援軍要請を知らされていなかったため、入城を拒否され、西軍の大軍の中で孤立した義弘は西軍への参加を決意しました。ただし、これらの記録は幕藩体制後のものであり、実際には家康が上杉征伐のために出陣した慶長5年1600年7月15日に、義弘は上杉景勝に対し、毛利輝元、宇喜多秀家、前田源義、増田長盛、長塚正家、小西行長、大谷義継、石田三成らが秀頼擁護ためであるため、上杉景勝に味方すると伝え、自身もこれに加わる意向を示していました。この時点で、義弘はすでに西軍の首謀者の一人として、毛利、石田らと共に反家康の動きに参加していたことが示されています。伏見城の戦いで活躍した後、義弘は約1000人の兵を率いて濃州垂井に進出しました。この時、義弘は国元の家老本多正親に援軍を求める書状を送り、新納良安、伊勢定成、
相良長安、太田忠綱、五代院宗茂、長寿院森厚ら不代衆と志願者約390人が上京し、義弘の軍に合流しました。西軍首脳の石田三成らは、義弘の少数の手勢を軽視し、美濃須の又での撤退時に島津隊を見捨てたり、義弘の提案した野州策を採用しなかったりしました。これらの出来事が義弘の戦意を削いだとされていますが、これは落ち穂集という後世の編纂物に記載されており、島津方の資料では野州に関する記録がほとんどないため、史実とは断定できません。関ヶ原の戦い直前には黒田長政も義弘に調略の書状を送り、家康の計略と同様の内容であったとされています。関ヶ原の戦いの際、義弘は参戦はしましたが、戦場で積極的に兵を動かすことはありませんでした。一部の説によると、この時の島津隊は3000人以上で松平、飯田と交戦していたとも言われています。三成の家臣である八十島助左衛門が援軍を要請しましたが、八十島が下馬せずに要請したため、義弘と甥の島津豊久はこれを無礼と感じ追い返しました。このことが義弘が戦意を失う一因とされています。関ヶ原の戦いが始まって数時間後、東軍と西軍は激しい攻防を繰り広げていました。14時ごろ、小早川秀明の裏切りにより西軍は大混乱に陥り、石田三成隊、小西行長隊、宇喜多秀家隊などが敗走を始めました。この時、島津隊はわずか300人あるいは1000人とも言われていますに減少し、敵に囲まれて孤立しました。義弘は切腹を決意しましたが、甥の豊久に説得され、敗走する敵兵を撃退しながら伊勢街道を通じての撤退を決断しました。島津軍は豊久が先陣、山田有長が右備え、義弘が本陣として突撃を開始し、旗差し者や愛犬を捨て決死の覚悟で戦いました。島津隊は東軍の福島正則隊を突破しました。正則は島津軍に対する追撃を禁じましたが、正幸は追撃を続け、豊久と交戦しました。その後、島津軍は家康の本陣に迫りましたが、伊勢街道を南下して撤退を図りました。この撤退に際して、井伊直政、本多忠勝、松平忠義らが追撃しましたが、直政は重傷を負い、忠義も負傷しました。それでも徳川軍は島津軍の追撃を続けました。関ヶ原の戦いの最中、島津軍は捨てがまりと呼ばれる戦術を採用しました。これは数人が敵を足止めするために残り、全滅するまで戦い続け、次の足止め隊がその役割を引き継ぐというものです。この戦術により、甥の豊久や義弘の家老である長寿院森厚を含む多くの将兵が犠牲になりましたが、小返しの御本槍と称される勇士たちの活躍もあり、井伊直政や松平忠義の負傷によって東軍の追撃が鈍り、家康からの追撃中止命令もあって、義弘は敵陣を突破することに成功しました。義弘とその従者たちは大和の山林山平等寺に避難し、70日間の滞在の後、無事に薩摩へ帰国しました。資金が尽きていた義弘たちは、平等寺の僧侶たちの支援を受けて難波から薩摩へ帰還しました。この際、義弘は摂津国住吉で隠れていた妻を救出し、橘宗茂らと合流して海路で薩摩に戻りました。薩摩に生きて戻ったのは、300人の中でわずか80数名でした。また、義弘は川上忠江を家康の陣に、伊勢貞成を夏鎌斎への陣に派遣し、撤退の挨拶を行わせました。この退却戦は島津の軒口として知られています。島津家の存続、薩摩に帰還した後、島津義弘は徳川家に対抗するための軍備を整えつつ、国境の防衛を強化しました。同時に徳川との和平を目指し、関ヶ原で自身が重傷を負わせた井伊直政に和平交渉の仲介を依頼しました。直政は徳川と島津の和解のために尽力し、福島正則もその助力をしたと言われています。また近衛前久が家康と親しい関係にあったため、彼も仲介者として活動したとされています。慶長5年9月30日1600年11月5日、島津家が当主の出頭要請を拒否し、
軍備を強化し続ける態度に憤った家康は、九州の諸大名に島津討伐軍の動員を命じました。黒田、加藤、鍋島の勢力を含む3万の軍勢が島津討伐に向かいましたが、家康は攻撃命令を下せず、状況は膠着しました。関ヶ原の戦いに主力を送らなかった島津家には1万を超える兵力が残っており、長期戦になれば家康に不満を持つ外様大名が再び反乱する可能性がありました。そんな中、薩摩沖で幕府が運営する明との貿易船2隻が襲撃され沈没する事件が発生しました。この事件の背後には島津家がいるとされ、もし武力で島津家を討伐すれば、急進や廃山兵が海賊を結成し、貿易の安全を脅かすという徳川家への暗黙の脅しとなりました。これにより家康は態度を軟化させ、11月12日12月17日に島津討伐軍に撤退を命じました。そして慶長7年1602年、家康は島津家の本領を安堵しました。家康は義弘の行動は個人的なものであり、当主の義久や一族は関与していないと述べ、私と義久は友好関係にあるため義弘を責めないと表明しました。これにより島津家に対する本領の安堵と忠常への家督の譲渡が承認されました。ただし遺説も存在します。島津義弘の晩年、義弘はその晩年を大隅の梶木で過ごし隠居生活に入りました。隠居してからは若い世代の教育に情熱を傾け、元は5年7月21日1619年8月30日にこの地で亡くなりました。享年は85歳満83歳でした。義弘の死に際して13人の忠実な家臣が主君に準じて命を終えました。黒田長政は安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将、大名で筑前の国福岡藩の初代藩主です。父は黒田義孝官兵衛、女帥で九州平定や文禄、慶長の役で功績を挙げました。関ヶ原の戦いでは東軍の主要な功労者として評価され、徳川家康から筑前の国名島に52万3000石を与えられ、福岡藩を離藩しました。父と同様にキリシタン大名でしたが、後に帰郷しました。生涯出征、黒田長政は永禄11年1568年に播磨姫路城で黒田義孝と正室串和してるの嫡男として生まれ、幼名を小寿丸と名付けられました。当時小寿丸は縁起の良い名前として武将の嫡男によく使われました。黒田家は当時小寺政元の家老として小寺姓を名乗っており、長政も小寺吉兵衛と呼ばれることがありました。織田家の人質時代、長政の父黒田義孝は織田信長に仕え、羽柴秀吉、後の豊臣秀吉に従っていました。天正5年1577年、義孝は信長の命令で嫡男の小寿丸長政を人質として秀吉に預け、小寿丸は秀吉夫婦に大切に育てられました。天正6年1578年、荒木村重が反乱を起こし、義孝は説得に失敗して捕らわれました。信長は小寿丸の処刑を命じましたが、竹中重春が機転を利かせて小寿丸を密かにかくまい、信長には処刑したと報告。義孝の救出後、小寿丸は無事に帰郷しました。羽柴豊臣家の家臣として天正10年1582年、本能寺の変後、黒田長政は父義孝と共に豊臣秀吉に仕え、備中高松城攻めで初陣を果たしました。その後、静ヶ岳の戦いや小牧長久手の戦いで功績を挙げ、領地を与えられました。天正15年1587年の九州平定では、日向宝部城攻めで功を立てましたが、豊前の黒人領主紀伊重房との対立が続きます。最終的に長政は紀伊一族を討伐し、重房を謀殺。天正17年1589年、父の隠居に伴い家督を継ぎ、守護家甲斐守に任じられました。朝鮮出兵、文禄元年1592年から始まった文禄慶長の役で、黒田長政は5000人の兵を率いて渡海し、朝鮮各地を進軍しました。釜山上陸後、
環状や平壌、黄海道を攻略し、各地で戦功を挙げました。特に大動向の戦いでは奮戦し、負傷しながらも朝鮮軍を撃退し、平壌城を占領しました。その後、明軍との戦いで苦戦するも、碧堤間の戦いで明軍を撃破し、信州城攻防戦でも活躍しました。しかし、秀吉の死去後、日本軍は撤退を決定します。朝鮮での功績を挙げた一方で、長政は石田三成や小西行長らと対立しました。関ヶ原の戦い、慶長3年1598年8月に豊臣秀吉が死去すると、黒田長政は石田三成ら文治派との対立を深め、五大老の徳川家康に接近しました。長政は、すでに結婚していた蜂須賀正勝の娘、糸姫と離別し、秀吉の威名に反して家康の養女である栄姫保科正直の娘を新たに正室に迎えます。慶長4年1599年うるう3月、前田利家が死去した際、長政は福島正則や加藤清正ら武断派いわゆる七将と共に三成を襲撃。この頃、優れた鉄砲使いである根岸とかくらを多く召し抱え、井伊直政とも交渉し、徳川家との関係を強化しました。慶長5年1600年、家康が上杉景勝討伐会津征伐を始めると、長政は家康に従って出陣。しかし、石田三成が大阪で西軍を率いて挙兵すると、長政は東軍の武将として関ヶ原の戦いに参戦します。戦前には福島正則などの大名を東軍に引き込む交渉に成功。本戦では、三成の本陣に攻撃を仕掛け、家臣、菅政利が鉄砲隊を率いて側面から攻撃し、三成の家老島木大木を討ち取るという戦功を挙げました。さらに、長政は父黒田助水から引き継いだ調略を駆使し、親戚の平岡頼勝らを通じて小早川秀明や菊川広家など、西軍諸将の寝返りを工作しました。これらの功績により、戦後家康から御勘定を授かり、筑前の国名島で52万3000石を与えられ、関ヶ原の戦いで最も貢献した武将として称えられました。江戸時代、慶長6年1601年、黒田長政は豊前国から筑前の国に入府しました。筑前は古くから町人や禅僧の影響力が強く、特に大湊や博多大津三神七僧などの海外貿易が盛んな地でした。長政とその家臣たちは、この地域での威厳を示すために武装して入部し、これを筑前を討ち入りと呼びます。入城した名島城は小早川氏の居城でしたが、手狭で不便なため、長政は父助水と共に新たな城の築城を決定。博多の商人街の近くにある中川を挟んだ地を選び、当初は福崎と呼ばれていたその地に、黒田氏にゆかりのある備前の国の古地にちなんで福岡と名付け、同年に着工しました。福岡城は慶長11年1606年に約7年で完成し、長政は初代福岡藩主となります。慶長8年1603年、朝廷より従四位筑前の守に叙任されます。慶長9年1604年、父助水が京都の伏見屋敷または福岡城三の丸を高屋敷で死去。助水はキリシタンであったため、葬儀はカトリック式と仏式で行われ、仏式では京都の大徳寺などで盛大に執り行われました。また、播磨国の覚林寺では福岡藩の安寧を祈り、大法要が営まれ、金銀が寄進されました。慶長10年1605年、長政は藩領内の土地や住民に対し、上書を発行します。慶長11年1606年、長政は筑前に入部する際に同行した商人、大賀宗久に対して、徳川家康から海外貿易を行うための朱印状を与えました。この貿易により宗久は巨万の富を築き、博多筆頭町人として福岡藩黒田家の御用商人となり、博多一の豪商へと成長します。またこの年、亡父助水の供養のため京都の大徳寺山内に塔頭流光院を建立しました。慶長17年1612年、長政は嫡男の黒田忠之と共に上洛し、忠之は江戸幕府第二代将軍、
徳川秀忠から松平の名字を賜ります。慶長19年1614年大阪冬の陣では江戸城の留守居役を務め、忠行を代理として出陣させます。徳川方は長政の交流関係を調査し、長政に何度も起請文を提出させました。慶長20年1615年大阪夏の陣では秀忠に従い加藤義明と共に戦い、豊臣方と戦闘を繰り広げます。戦後長政は家臣の黒田和成に命じ、一流の絵師を集めて自らも参陣した大阪夏の陣図屏風、通称黒田屏風を書かせます。この屏風には徳川軍の乱暴取りの様子も詳細に書かれ、長政がなぜ味方の残酷な状況を書かせたのかは現在も議論の的となっています。同屏風は大阪市に所有され大阪城天守閣に保管、国の重要文化財に指定されています。長政は藩主として博多人形や博多織、鷹取焼などの伝統工芸を奨励し、産業の復興に努め、これらは今も福岡の名産品として知られています。元和9年8月4日1623年8月29日長政は京都にある黒田家の位牌寺宝厳寺の客殿神女で56歳で亡くなりました。徳川家光の三大将軍宣言の先見として早くから上洛していましたが、その時にはすでに病を抱えていました。長政の時世はこのほどは浮世の旅に迷いきて、今こそ帰れ安楽の空というものでした。長政の後を長男の忠行が継ぎます。生前長政は忠行の器量を心配し廃嫡を考えたこともありましたが、重臣の栗山俊明にいさめられ思いとどまりました。その後俊明に忠行の補佐を託した長政でしたが、後に忠行と俊明の間で対立するお家騒動、黒田騒動が発生することになります。人物黒田長政は築城の名手として知られ、家臣には天才的な石工や石材加工の職人が集まっていました。江戸城や福岡市の箱崎宮、日光東照宮の大鳥居など彼の指導のもとに多くの石造物が残されています。また石切り場も多く設けられ、香川県小豆島や福岡県、静岡県、神奈川県に遺跡が存在します。彼は朝鮮出兵の際虎を退治した逸話が有名ですが、その元の話は長政とその家臣によるものです。長政の功績が他の武将のものと混同されることもあり、評価が低い理由の一つとされています。近年黒田家の文書研究が進み、再評価の動きが見られます。また長政は父の義高が天下を取れる人物だったとの評判が彼の自己宣伝によるものであるとする新説もあります。長政は熟慮断行の性質を持ち、父からはその慎重さを指摘されたと伝えられています。長政は九州有数の米どころである筑前南部の開発に力を入れ、灌漑や神殿開発を推進しました。キリスト教の改宗を余儀なくされた後、徳川政権下ではキリシタンを厳しく処罰する立場に転じました。また意見会を設け、家老や下級武士と対等な立場で討論する仕組みを作り、決断を行う際には他の者に怒りを見せないよう努めました。能楽を得意とし、家臣に謡を聞かせていたエピソードも残っています。関ヶ原の戦いに向かう際には毘沙門天像を兜に入れて出陣しました。この像は現在秘仏として祀られています。対人関係、豊臣秀吉の死後、長政は藤堂高虎に劣らず徳川家康に忠実に仕え、家康の養女栄姫をめとり、天下不信不益をこなして信頼を得た。特に江戸城の工事に貢献し、外様大名ながらも高く評価された。また家康に柳生宗悦を引き合わせ、柳生氏が徳川家の剣術指南役となるきっかけを作った。関ヶ原の戦いではかつての恩人竹中重門が長政軍に加わった。七女水の死後、長政は家臣の後藤元次を追放し、元次が細川家との関係を持ったことが原因とされる。晩年長政は息子の満徳丸の将来を心配し、家訓を与えたが、息子が父を超えろと言われた際には激怒した。長政はまた
家中の若者に剣の腕を磨くよう諭し、若者が感激して成長した逸話が残っている。伏見城で石田三成を見舞った際には彼の無念をねぎらい、自身の羽織をかけるなど配慮を示した。